今日はちょっと東京の西麻布に来たんだけど、はい、とんでもない激辛麻婆豆腐があるということで、ね、ちょっと来たんですけど、激辛麻婆豆腐やばいです。麻婆豆腐辛さレベルが分かれてるんだけども、はい、1辛2辛3辛って、3辛が一番辛いんだけれども、はい、ジョニーさん来るならちょっと特別に超激辛仕様にして、はい、ヒーヒー言わせちゃいますよみたいな、店員さんから挑戦状が、はい、そうですね、挑戦状来ちゃったんでなるほど、やるしかないでしょと、やっちゃいましょう、行こうか。じゃあ食べきれそうですかね、分かんない、ちょっと怖いね、楽しみだね。すごい店内は綺麗だね。さすが西麻布ですよ。東京西麻布にある中華料理屋天富園、中国本土で鍛えた料理人が振るう本格中華料理屋だ。超激辛麻婆豆腐の前にまず辛さ3辛をいただくとしよう。まずは熱したフライパンに油を敷き、ニンニクと中国産の唐辛子を炒めていきます。続いて豚のひき肉を投入、味付けに醤油、特製の豆板醤で辛みを加え、豆腐、特製調味料を合わせます。さらに片栗粉を入れとろみをつけ、全体に火が通ったら熱々に熱した石焼き鍋に移し、最後にネギをトッピングしたら完成。石焼き四川風麻婆豆腐3辛のお目見えだ。こちらがですね、石焼き四川麻婆豆腐ということで、これ3辛になります。通常はやってないんですけど、これハーフサイズです。この量でこれででかくね。この後ね、超激辛麻婆豆腐があるんで、さらに上のね、その前にこれ食ったら俺ちょっとお腹いっぱいになって死んじゃうんで、ちょっと食べて、はい、世間もちょっとつまんでよ。ありがとうございます、うん、いただきます。3辛いかがですか。美味しそう。うま辛。辛さ慣れてない人もいけそうですかね。これだったら多分いけそうな気がしますけど、はい、まあでも確かに色はでもすごい。美味しそう。これはいけるぞ。辛そうだ。辛いけどね。辛いけどまあ。うん、ご飯にピザし、これはいける。美味しそう、いい匂いしますね、うん、いいな。これだと辛さレベル5ぐらいとかですか。5ぐらいです、うん、これは制限、これちょっと頼む。ありがとうございます。じゃあちょっとこちらの残りは、これから本番が、はい、本番っていうかジョニーさん用の超激辛が来るということで、ちょっとこう一口食べてみ、これうまいかな。じゃあいただきます、はい。ちょうどいいね、僕がいけるちょうどいいぐらいの辛さで、ちょうどいいでしょ。ただむせます。我们家的辣酱是来自泰国的辣椒跟韩国的辣椒，两个用水浸泡一个晚上之后，然后我们用机器给它搅成碎末之后，然后再加上中国的朝天椒跟小米辣，然后还有中国的四川省的花椒跟麻椒，然后给它全部搅成碎末之后储存在一起之后，才能特制的辣酱。不行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 ，绝对不行，太辣了，真根本吃不了。はい、来ました。こちらが、石焼き四川風麻婆豆腐超激辛です。見てください、こんなにグツグツして大丈夫かと。おいおいおいと、これね、タイの激辛唐辛子プリッキーヌが入っているということで、さっきより格段に辛さが増しているということで、匂いもやばいですね。怖いね。ちょっと一口いってみて。マジっすか。味見少しだけ、はい、これはやばい。これやばい。ちょっと僕無理です。マジ、さっきの10倍以上辛いです。じゃあ私がお手並み拝見しよう。まだなんか火山みたいになってますよ。すごいね。暑さは大丈夫なんですか、ジョニーさんって。いや、僕も猫じいですよ。暑くないですか。暑そう、むせそう。増してるね、とんでもないぞこれ。熱い。おお。ああ。口の中を柔らげて。うんうんうん。まだ
グツグツいってます。すごい、これは厚さと辛さの戦いだ。これは汗がすごいですね。うんうん、冷ましてた。どうですか、冷ましたら辛さは和らぎますか。変わらない。変わらない。熱い。あ、麻婆豆腐あるあるなんですけど、辛いからさ、ついついご飯ばっかり進んじゃうんですよ。なくな、あれ、わかりですか、ご飯が進む。うんうんうん、見て、まだグツグツいってない。止まらないですね、これ。顔中に汗が出てはいました。あ、うんうん、申し分ない辛さだ。めちゃくちゃかいてますよ、純さん汗。ここはサウナですか。やっと火山が収まってきました。全然鍋の量は減ってないですけれども。減らないぞ。あっ、ずっと火山ですね。バチバチ言ってます。うんうん。ダメ。ここはこの20分無理だ。20分無理。早いですよ、まだ。うん。うんうんうん。うんうん。うん。何笑ってんだよ。見せ物じゃねえぞこれ。すごいな、まだブツブツいってるからね。これ終わりが見えてきたぞ。ただいま15分ほど経過しました。はい、あと5分。残りが一皿ですね。だいぶ冷めてきて食べやすいんじゃないですかね。麻婆好きのジョニーさんも口を飲み込めてない。ライスが底をつけている模様です。口がしびれてきた。しびれてきた。しびれない。はい、来ました、熱々ライス。すごい勢いで食べてますね。顔なんか合図してますね。ちょっとどういう合図なんですかね、これは。大丈夫ですか。限界。限界。あとちょっとですよ、ジョニーさん。頑張ってください。弱音吐かないでください。お腹いっぱいですか。暑さですか。辛さですか。全部。全部。全部。今20分過ぎました。次だ。時間過ぎましたけども。はい。最後ね、もうちょっとなんで。ゆっくり味わって食べてください、ぜひ。はい。頑張っていきます。はい、熱いしかないし、いい音だ。もう近いよ。やめろよ。なんだそのふざけたカメラワークは。どこ撮ってんだよ。おい、こっち映せ。おかしいやろ。結構長丁場だな。まさかこんな手こずるとは思わなかったよ。ラストスパート行くよ。これで終わりだ。そして最後のライスを。
ごちそうさまでした。ああ地獄だった。なんだかんだ25分ぐらい。そうですね、撮影25分ほど食べ始めてから手ごわかった。タイの激化とばしプリッキーム、これは相当よ。ということで、じゃあジョニーさん、はい、こちらの麻婆豆腐辛さレベルはどうでしたか。石焼き四川麻婆豆腐超激辛辛さレベル8です。8、すごいですね。厚さが加わったんでね、よりこう辛さがこう引き立ったような感じです、はい、ということで、今日もね激辛やってきましたけれども、今日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわかんないコメントが届いてるので読み上げたいかなと思います。ペンネームりょうさん、これこの前のラーメン行った時ですね、辛さレベル2丁目で 8.5 ってことは3丁目は 9.5 ぐらいになると思う。ボビーさん頑張ってた。おい、誰がボビーだよ。ボビーじゃねえから。ペンネーム松照さん、激辛が苦手な激辛 YouTuber と。おい、完全営業妨害でしょ。激辛商品なのにふざけるな。激辛好きですよ、苦手じゃないから。あまりにも辛さが行き過ぎるとえーってなっちゃうから、激辛苦手ではございませんと。やかましいわと。3つ目、ペンネームタックワットさん、辛いふりして食べるの本当にお上手ですねと。リアルだよ。